はい、皆さんどうもこんにちは、まるです。ということで、今回なんですけども、今回は、ちょっと以前、ちょっとアンダーマインと戦ったっていうことで、とりあえず、まあ、倒して、まあ、上々のね、成果を上げたんですけども、このね、一回、チョムラをね、これ今僕がつけたんです。つけたっていうか、これ募集して、これね、あのね、チョムラがいいっていうね、その、チョムラがいいんじゃないって来た瞬間にビビってね、これ来たんで、ここの島尾の名前をね、チョムラって名付けたんですけど、このチョムラをね、いずれ出ないといけないし、ちょっとあの、エンダードラゴン倒しに行くんだったら、いや、多分チョムラだけでも多分、いけなくは多分ないんだろうけど、ちょっとやっぱね、街をちょっと見に行きたいと。ちょっとうちもね、鎖国してばっかりだと、ちょっとあの、貿易とかもね、あの、あいつ来てくれんだけど、あいつ来てくれて別に頼んでないんだけど、あいついつも来んだよね、勝手に。けどまあそういうのもあってね、ちょっと街出てみたいと思うんで、今回ちょっと街を出てみた回ということで、ちょっとね、探検していきたいと思います。まあこれで十分だな、とりあえず。まあ行くか、もう出航すっか。出航しましょう。ちょっと目印欲しいけどな、俺どっち向き行こうかな。ひたすらこっち向きに行く。いや、これマジ、どっち行くかちょっとね、決めんといかんよ。いや、ゼロの方向に向かって行こう。やっぱ全ての始まりはゼロからだからね。ビッグバンから始まってっから、世の中っていうのは基本的に。じゃあ、ここもゼロの方向に向かって、ひたすら明日の方向向かって行こう。ここだな。こっちに向かって行こう。さあ、船出の時だ。さよなら。いや、また戻ってくるんだけどね。また戻ってくるんだろうけど、まあ一旦このチョムランドとは一旦お別れです。商人さんもあのわざわざまあ来てって頼んでもないのにまあ来てんだけど、まあまあまあありがとうございましたということで、まあいつらまあ俺は旅立つよ。とりあえず行きましょう。まあゼロから始めるエンダードラゴン生活ということで、これさ後ろ向きってどうするこれ。ちゃんと、あー行ってんね。行きましょうか。ほんと壊すか。え、待って、地平線の彼方まで来てんだけど何もないんだ。おーったー違う島を見つけたぞー。沖だやっとジャングルだ。ジャングル生活が。お、スイカとかじゃね、あれ。お、外にイルカだ。俺のね、俺のこと祝福してくれてんね。うわー、やっと島っぽい島来たぞー。うわー、新しい島だ。チョムランドとは違って、いやチョムラだまた勝手に俺名前改定してたわ。すごい。待って、木が削られてる。そんな木の生え方あるっていう感じなんだけど。こんな斜めに生える、これね。先住民いる疑惑出てるけど、これ大丈夫ですか。これ先住民いるんじゃないですか。これ川っすか、これもしかして。川だね、これしっかりと。うわー、ちょっとこれちょっと待って、サトウキビじゃん。これで紙作れるよ。これでやっと地図とか作れるから、これでうちの村も。すごい。サボテン、これサボテンじゃない、チクってすんじゃない、ほらサボテンじゃない、チクってすんじゃない、ほらサボテンだ。サボテンがあったぞ。サボテンでしょこれ。何これ、ほらサボテンや。村ないから、ちょっと村探すか。ワンちゃん村ありそうだけどね。おっ、なんかすごいぞあれ。なんだこれ、村じゃね。なんか人工的に何か作られた何かを感じる。ヒエラルギーを感じるぞ。なんかあるぞ。あれなんだあれ。行ってみるか一回。ちょ、俺マジわかんないんですよね、何がなんだか。まあ、乾燥したコブをうまく食べながら。あー、でも夜になったらちょっと危ないから、どうしよう。いやー、ちょっと日またぐまでには帰りたかったんだけどね。まあ一日ちょっと夜ここで。なんだこれ、すごいぞ、なんかあるぞ。おい、文明だ、文明だぞ。文明だ。ここには何かがあったに違いない、ここの文明は。すげえ、すごい、なんかロマンチック。告白して、ここでこんなところで告白して。おい、穴開いてんだけど。穴、なんかちょっとこれなんか掘ったらなんか出てくんのかな。うわ、あっぶれ、あはは、ぶあはぶれ、なんだこれ。しかもあんぶれ、テコレッタ、ようわからんけど、
これ危ないからちょっと一旦ちょっとほっとこう。ちょっとこれなんか見つけたんだけど、何これ。ここ大丈夫、ここも大丈夫、ここも大丈夫、あ、ここも大丈夫、あれ、ああ、お、宝あるぞ。うわあ、秘宝がある、秘宝がある。どうしよう、これ行くしかないでしょ。こっちょっと男心くすぐるね。掘りに行っちゃいますよ、あいは。宝石があるというのならば、そこは私が目指すべき道だと私は思います、きっと。はい、はいはいはい、お宝取っちゃいまーす、すいません。え、ねえ、これ絶対踏んだら爆発するとかそういうやつじゃねこれ。え、怖くね、ねえこれ、あさったら死ぬやつかな、もしかして。とりあえず逮捕されたとこ、あ、立てれへんわこれ、なやこれ、え、怖っ。ちょっと待って、これ一旦ちょっと、うわ、エンチャントもある、ありがてー。もうこれ踏んだらでも絶対死ぬよなこれ。いや死なん、大丈夫これ。踏んでみる、一旦これ、お、男として踏むべきかこれ。踏んでみようか、一旦踏んでみようか、な、行ってみようか一旦。怖いなー、怖いなー。このアングルでいいのかな、一回踏んでみます。うわっ、うわっ、やばい、やっぱ爆発じゃん。あっ、やっぱ爆発だったよこれ。怖え。え、何が起きるのこれ、下結局で。あ、動物かこれは、これで。うわ、危ねえマジで、やっぱ爆弾じゃん。危ねえ、ガチ危ねえわ。大丈夫かこれ、ここでも下行けそうじゃね、ここね、置いてね、こうやってね、なんか下行けそうじゃね。お、まさかさらなる巣窟があるのか、ここ。あ、特に何もねえぞ。あ、なんだ、え、ほら、なんか染みついてるよこの言い方か、ちょっと待って、なんか染みついてんだけど、この岩、なんだこれ染みついてんぞ、砂か、違うな、岩のつるはしか、そうだな。お、なんか新しいのゲットできたぞ、なんだこれ、なんか新しいぞこの染みつきの岩。まあ、なんかまあ特に何もなかったな。まあちょっと地元帰りますか。まあなんか結構ね、結構なんかブツもいただいたんで、これすごいな、骨ブロックっていうんか、超、え、超激レアなのこれ。マジ、え、これ激レアなの。じゃあこうもらってこう、いっぱい。うわ、やば、 TNT 様様じゃん。やっぱね、押すなっつってやっぱ押したりする方がいいんだよ。やっぱそうやってね、そうやってやっぱ分かち合いたいね、人とは。いいね、でそこは俺の地、あ、違うね。おい、サムネ撮ろうとしてんだよこっち、お前の顔が見たいわけじゃないんだよお前。近えよ、近え、近いなぁ。グワングワン。はい、ってことでね、今回なんですけども、今回はちょっと違う町の方っていうか、まぁ、あ、ちょっとね、陸離れて、ちょっと違う島来てみたらね、なんかピラミッドをね、見つけて、まぁ、あ、なんかなんやかんやでなんかね、またね、冒険らしい冒険できたんで、まぁ、あ、次はね、まぁ、あ、ここの町の、まぁ、あ、なんか村人とか探して、で、そこでちゃんとした拠点作って、で、あとはもうエンダードラゴンを倒すために、もう着実にいろいろと進めていくようにすれれ、まぁ、あ、できればいいかなっていう感じでやっていきたいと思います。ということで皆さん、この動画が良ければ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ということで皆さん、また、バイチャ。まぁ、村とかを、まぁ、あ、探していって、そこをちゃんとした拠点として、なんか見つけていけたらいいんじゃないかなっていう目標でやっていきたいと思います。何してんの？待って、消えた消えた、え、